こんにちは、シアレス大阪の日高です。今回はですね、内装にこだわりを持って作られた、ハイエース入庫してきましたので紹介できればなと思っております。日高さん、はい、内装ですか？今回は内装に注目です。前回前々回これ外装すごかったじゃないですか。はい、今回は内装。今回は内装です。もう外装はお腹いっぱいかなと思ってでもちょっとカスタムはしてますもんね。でももちろんですね。はい、外装のカスタムはもちろんしておりますので。はい、てか前回に比べて今回この車ってワイドボディですよね。はい、そうですね、今回はワイドボディのワゴン GL のタイプのお車になります。ワゴン GL となれば何人乗り？10人乗りのお車です。10人ですね。はい、でちょっとサイズもワンランク1個上がってね、これね、大きさとかも。そうですね、ミドルルーフの車になります。うん、いやちょっと紹介する前に日高さん、はい、詳細を教えてもらっていいですか？はい、ハイエースワゴン GL、 色はホワイトパールです。で、走行距離が約8000キロとなっております。若いっすね。まだまだですね、令和4年式になるので。お、はい、これは肉の 2700cc ですか？そうですね、2700cc の肉のガソリン車です。ガソリンですね。はい、で、10人、先言った10人乗りです。若い車、若っっすね。そうですね、シアレスはこう比較的若めの車集めておりますので。ね、シアレスといえば本当に若くてカスタムいっぱいされてて、なおさら高年式。そうですね、低走行高年式でカスタムされてある車が多いです。うん、でしかも状態がめちゃめちゃ綺麗っていう。そうですね、もう状態はもうピカピカです、本当に。ね、はい。いや、ちょっと。ポイントを教えてもらっていいですか、いろいろ。はい、まあ、フロント部分、まあ、パッと見ていただいて、まあ、ほぼノーマルに近い状態なんですけれども、はい、フロントのスポイラー SX のフロントリップバージョン4をつけております。はい、はい、まあ、であとはヘッドライト、フォグランプと LED のバルブが入っていたりだとかするところですね。うんうん、まあ、フロントはこれで以上になるんですが、あとはコーナーパネル。あ、はい、すっきりしてるなと思ったら、これガッツミラー外してたんですね。そうですね、ガッツミラーついてないので横は全部交換しております。うん、あ、そういうことですね。はい、まあ、フロントは以上のカスタムの方の内容になるんですけれども、はい、まあ、ここないだけでかなりスタイリッシュに見えるかなと思います。うんうんうん、そうですね。はい、でこのまま横行くと、まあ、このまま横行くと、ドアミラーのウインカーミラーですね、はい、はい、つけております。こちらもボディ同色でついてますので、これだけでも統一感やっぱ出ますよね。統一感やっぱ出ます。やっぱ通常だとメッキなんですけれども、うんうん、ボディ同色になることによってまとまりが出てくるかなと。そうですね、はい、思います。で、あとはこのバイザーも変わってたり。そうですね、サイドバイザーも、ね、ついてたりとか、はい、あとはタイヤホイールですね。 SX の EC のハイパーグロスのものになります。17インチのホイールですね。うん、はい、これは、新品のものに取り付けておりますので、タイヤも新品になります。タイヤホイール新品。はい、これ車高って落としてます？車高落としてます。2インチローダウンしております。今純正から約5センチほど。そうですね、5センチぐらい低くはなってます。いいですね、この EC のこの派手さがまたあまりないっていうのがいいですよね。はい、そうですね、そこまでギラギラしてるものでもないので、うんうん、はい、非常にかっこよくなってます。そうですね、ちょっと後ろ行きましょう。はい、リアの方はですね、まあ、スタイリッシュな感じで、まあ、カスタムしてあるハイエース、まあ、おなじみなんですけれども、エンブレムついてなかったりだとか、はい、ワイパーないですよとか、あ、はい、ここら辺はもう常識的なカスタムにはなってますね。あと一番魅力的なのはこのテールレンズ。あ、テールランプ変わってるんですね。はい、バレンティのレボ3のレッドクリアのタイプのものになります。 LED のテールランプにね。はい、おー、本当になんかあれですね、派手さがない分、はい、なんか日常でもすごいなんか使いやすそうな。そうですね、もう普通に普段使いとして全然問題ないカスタムの内容ですね。いや、ちょっと気になる中行きましょうよ。中行きますか。ということで内装なんですけれども、まずリアゲート開けてもらうと、これ10人乗りなので、まあ、荷室という荷室はほぼないです。お、はい、後ろまあ4人席くっついてきますので、はい、荷物置くスペースはほとんどないです。このワゴン GL って後ろの席4席今見えてるじゃないですか。はい、これ跳ね上げになるんですか？これは横跳ね上げのタイプです。あ、それで、はい、跳ね上げていただければここに荷物置いてもらうことは可能です。でもこの下の隙間とかにも荷物置けそうですよね。はい、そうですね、全然ここ隙間高さありますので、ね、ここまま奥に突っ込んでもらっても全然荷物を入れられます。うん、そういうことですね。はい、ちょっとちらっと見えてますけど、なんかちょっとゴージャス的な感じちゃいます中。あそうですね、一応天井にシーリングライトつけてますので、はい、ちょっと内装豪華には見せてますね。ちょっと2列目から見ていいですか？はい、2列目から覗いていただくとこんな感じで。あ、
合計6個シーリングライトくっつけてます。スポットで当たるようになってるんですね。そうですね。いやてかこれやっぱ、はい、さっき言ってた日高さん言ってた、わかりました、わかりました。これは本当にこだわりがね、すごい、なんか乗れて寝れて、はい、広々してるからこそ。そうですね、一応ベッドキットの仮装になってて、うん、10人乗りなんですけれども、こんな感じで後ろフラットにして寝れるところを作れるという内容になってます。え、これは分割タイプを外して、そうですね、このまま溶けてもらえるので、荷物をより置けるようにしたりとか。そうですね、荷物ここら辺に使って置きたいときはとか、はい、マットをどかしてもらって、うん、ここに置いてもらっても全然問題なく使えます。でもここをなんか乗るときにね、はい、ここの隙間があるから本当になんか広く感じますよね。そうですね、ワゴン GL の特徴ですね、やっぱりね、ここの通路があることによって、うん、内装かなり広く見えたりします。ね、うん、なんかよくね言われる方でした、あのワゴン GL を見たとき、純正で見たときに、はい、バスみたいって言うじゃないですか。そうですね、それはよく言われますね。どうしてもこの純正のシートの作りが、うん、本当バスみたいな作りなので、ちょっとチャッチク見えたりとかするんですけど、まあ、この車全部シートカバーつけたりだとか、フローリングの施工をしたりだとかっていうところで、そのバス感はもうほとんど残ってないですね、はい、ちょっと本当にゴージャスさもちょっと入れつつ、お、後席のモニター、そうですね、ついてたり、はい、フリップダウンモニターと、あとは横に天井スピーカー取り付けてますので、後ろの人はより快適に過ごしていただけるかなと思います。しかもこういうとこもね、何かさりげなくついてますよね。そうですね、さりげなくデッキカウンターついてたりだとか、あとはコンソール、コンソールボックスも車外のものに交換してあって、いや本当にね、はい、ここに物を置けたりとか、ここにドリンクの、ね、数を増やしたりとか。あ、ひだかさん、これ、はい、ここに充電するとこもあるじゃないですか。そうですね、充電用の USB のポートがついているので、後ろの方も充電していただけるような作りになってます。わあ、これ運転手が快適より、はい、乗ってる人がすっごい快適に乗れますよね。そうですね、やっぱワゴン GL、やっぱ後ろの人がメインなので、うん、はい、後ろの人がどれだけ快適に乗ってられるかっていうふうに。いや、ここまでしてたらもうな、前もちゃいます、はい、でも前もちゃんとカスタムしてます。こういう肘置きついてたりとか、はい、運転手、助手席の方も快適に過ごしていただけるようにカスタムしております。まあ、定番のアルパインのビッグ X がついてたりだとかですね、はい、はい、あとはインパネ周りとハンドルと全部、はい、木目調のものに交換してますので、はい、はあ、ここも一緒ですね。一緒です。なんでよりゴージャスな感じが出てきますね。ね、はい、ついてるとついてないだけでもこれやっぱ全然イメージ違いますね。全然違います。あ、ちょっと細かいことで、ドライブレコーダーとかもついてるんですね。そうですね、アルパインのドライブレコーダー前後タイプついてますので、うんうん、はい、ナビ連動型になりますので、ナビのところでドライブレコーダーの映像を確認できたりとかします。いや、これはいいですね。これはもしかしてここ、日高さん、はい、収納スペースですか。収納スペースです。ちゃんとこうバカッと開きますので、かなりの収納力が。ドリンクも簡易パックを置けるものとかね。そうですね、小物を置くためのこのくぼみだったりとかも、うんうん、はい、ありますので。いや本当にこれは中にすごいこだわりを持たれている車ですね、はい、そうですね、本当ダイソーにこだわり抜かれた車になりますね。はい、まあ、今までのような外装に力を入れたんじゃなくて、内装にしっかり力を入れた作りの車になっております。うんうん、これもう一度聞きたいんですよ、距離ってどれぐらいでしたっけ。距離1万キロ以下の8000キロですね。若い、はい、金額気になりますわ。金額気になります。なんと、はい、令和4年式のワゴン GL、金額が434万円でございます。お、こんだけ仮装して。そうですね、こんだけ仮装してカスタムしてるもので434万円。新品のホイールタイヤつけちゃって、はい、で大人気のビッグ X もついてたりとかして、それでフリップダウンモニターもついてて434万円です。いいですね、はい、いや本当になんか最近ね、CS に入ってくる車、はい、素敵な車ばっかっすね。そうですね、最近は本当にいい車ばっかり入ってきますので、ね、はい、いや本当にね、今の新車のハイエース、はい、ちょっとまだね、そうですね、まだ受注止まってる状態でうちでも注文できないので、まあ、中古車メインでばっかりになるんですけれども、うん、まあ、こんな感じでいい車入ってはきてはいますので、
まあ、ご来店できない方でもネット見ていただければ随時在庫情報更新していきますので。そうですね、はい。まあ、新車でやっぱ手に入れられないもので、中古車ってね、こういうふうにもう先に出来上がってますからね。そうですね、中古車の魅力はやっぱりこうカスタムしてある内容が濃かったりだとか、うん、まあ、自分好みのカスタムではないけどお金かけられないところだったりとかあるので、ね、はい、そういうところも先にねついてますから ね、 ね、はい。これはもう試合室に展示、今から、いや、もうこれすでに展示してありますので、展示してるんですね、はい、今すぐ見に来られても展示してあるんで、見に来られることができます。ならもうね、はい、気になった方ね、はい、気になった方はぜひご来店していただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、引き続きちょっとまた面白い車、はい、入ってきたら教えてください。もちろんです、また紹介できればと思っております。よろしくお願いいたします。はい、そして本日はありがとうございます。ありがとうございました。